今回は鎮節忠臣蔵後編を見ます。前編の様子は概要欄のリンクからご覧いただけます。脚本は安見敏夫、監督は斎藤寅次郎です。大石蔵之介を古川ロッパが演じています。古川ロッパ、江ノ県のニックネームで、同時期に活躍した喜劇役者榎本健一とはしばしば比較され、江ノ県ロッパと並び称されて人気を競ったんだって。江ノ県と同時期に活躍してたんだね。小柄で庶民的、軽業芸も得意な江ノ県とは異なり、身体の動きは鈍かったが、軽妙洒脱な語り口と朗々たる美声に加えて、生来の応用さから来るいかにもお殿様らしい貫禄が大衆に好まれたらしいよ。そうなんだ。それでは一緒に見ていきましょう。ええ、大石にで米蔵を建ててもらいたいんじゃ。庭が米だれでいっぱいじゃ。しかしお殿様、江戸中の米がこちらへ集まってしまって、世間の者は困っております。儲かるのはわしじゃ。米の食えない者は麦を食わしてやれ。そんなこと言ったらまたうるさい奴らが。そんなことは構わん。一家心中やお前首くくりは気にすんな。それでは町人どもが騒ぎます。騒いだら原爆を食わしてやれ。原爆と申しますと。つかない米が玄米。つかない麦が原爆じゃ。あんた知らんのか。学がないな。失礼いたしました。おい、どうしたい？あら、お腹が空いて立てんのか。おいおい、手を貸してやんなさい。あんまり脆いな、こら。分かってない。お殿様、お殿様、祇園から帰ってまいりました。おお、たっちゃんか。大石の様子はどうじゃった？斜陽族のような大騒ぎ。知らんどめ。ところで一度やらお話しました役者を連れてまいりました。おお、わしによく似とる役者か。苦しゅうない、連れてまいれ。わしもと大門目にござりまする。身分ともご自由のこと。ご苦労じゃった。早速支度に振りかお待たせいたしました。連れてまいりました。苦しゅうない。表を上げ。目の届かんとこへ連れてきなさい。お殿様、本日用心棒として召し抱えました清水一角幕府半代領命を召し連れました。清水一角幕府半代領命参りましたからには、もはやささかのご心配もな。バカ者、本物はこっちじゃ。あれ、おい、たっちゃん、
そんなものはうろうろしたら不愉快でいけない。米ぐらい入れておきなさい。でも殿様、つまみ食いでもいたしますか。やった。1億ぐらいのつまみ食いはたかが知れてる。なんなら苦い米を入れてきなさい。はあ。本日より用心棒。ああ、分かっとる。二人はあんまり強そうじゃないな。なんならそこでちょっとやってみなさい。よければ米を食わして使わすぞ。米ね。米だよ。猿にても、ごいと、小漬の助というやつはなんという悪いやつかな。賄賂を取らんがために生きり立ち、それがために匠の神殿に切りつけられ、それを恥とも思わんで、またまたこの度の暴挙だ。あんた方は、このままだったら死ぬぞ。飢死にだ。手を好かれて飢死にごますか。それとも、立って小漬を打つか。二つに一つより道はないんだ。事を起こしてくれ。騒動を起こしてくれ。世の中に騒動がないと公爵士は儲からん。騒動を金箱にする公爵士てえからな。なんだこいつら昼間から仕事もひねってゴロゴロしちゃって長屋って仕事なんかできやしねえよ。そらそうだ、米の日の食えねえな。食べた日だけじゃねえんだぞ。怖いが足が上がらねえ。足を手伝え手伝え。あの上げろ上げろ早く。ああ、なんだよ、一本かよ、おい。酒が高くなったんで、情けねえな、おい。今日からその半分よ。ねえ、お父っつぁん。なんだい。増屋の十吉さんっていう番頭さんに頼まれたんだけどね、あの人のご主人筋に当たる人が、今度茶室を建てたいんですって。それでね、キラ様の茶室を手本にしたいから、お屋敷の絵図面を見せてほしいっておっしゃるんだけど。それいけないよ。それいけませんよ。お屋敷の普請はどこだってみんな秘密に決まってるの。大工はお前建前の時には、信用者に決して誰にも見せませんと。あの、証文に決判を出すくらいじゃねえか。いくらかわいいお前を頼みでも。それはできないや。ちょっとだけね。いいでしょ。見せてあげてくれたら
お酒を2本にするわ。明日から。しょう、また俺を誘惑しようと思うやか。うん。すみませんよ。うん。評判の悪いキラ様だが、お父さん世話になってるんだ。つまんないわ。おいおいおい、つまんなくたってなんだよこれ。え、お前がいくらつまんなくて、羽振りの下り何も当たることないだろ。え、ああ、察するところ。なんだな、おめえは、この銃器ってのに、これやったんだな。めっぽいい男だってじゃねえか。とってもハンサムな。とてもハンサム。じゃあ、お父さんよりも、その、ハンサムの方が、いいでしょ。焼けますわね。お世話さん、いずめは。お父ちゃんがダメだって言うの。え、私一生懸命頼んだんだけど。お世話さん、それはお世話さんの頼みが足りないからだ。そんなことないわ。お世話さん、お世話さんは私のためならどんなことでもしてくれる人だと思っていたの。そんな人なら、さっきの結婚の約束に閉鎖アパートにします。永遠に、さようなら。ゆうきさん。すいません、もうお芝居なんですけど。あの、純一さんにちょっと用があるんですけど。おい、岡野。岡野。はい。お客様だぞ。男が若い。女の声らしいな。いや、本当に、俺、女のいない国行ってみてよ。純一さん、持ってきたわ。キラキラ詰めを。詰め？褒めてね。褒めてね。褒めてちょうだい。ありがとう。ありがとう。おに行きます。おに行きます。ちょっと待ってね。みんな、泉が手に入った。玄関。光月の今。うん。これさえあれば大丈夫。大石殿も近く江戸へ来られて、さぞかし喜ぶであろう。ふっ、岡野、さすがにお前は女にかけては大したもんだな。しかしあの娘は、俺と夫婦になるつもりで、なると信じてるんだよ。その心持ちを俺は裏切ると思う。はぁ、忠義というものは冷てえもんだよ。岡野、そのお前さんの気持ちはよ、いやぁ、わかるがなも。実はわしもよ、お前さんと同じ悩みがあるんだげ。そうか。ちっ、言いたいこと言ってやん。そこ行くとこっちは女にモテないから気が楽だよ。これじゃあモテっこねえもんな。そりゃそうだわな。そうだよな。変な同情するなよ。こっちはモテなすぎて悲しいよ。かっちゃうよ、まったく。
見せな。あんまうまくねえや。ああ、まずい。別面がねえよ。お手は知らねえか。バカ野郎、お父っつぁん見てたんだよ。おい、どこ行くんだ。死ぬの。申し訳に死んでおるよ。なんて、なんでそこ、座れ。お屋敷からお咎めがあったら、お父っつぁん死んでやら、可愛い娘は殺せるかい。このバカが、子供だ子供だと思ってるうちに一発だ、あぶれ娘になるなって。それは好きな男はお父っつぁんよりも大切なんでございましょうよね。お父っつぁん、そんなに好きなら夫婦になれやめ。嬉しい。でもね、おつや、私は一人者なんですからね。手しこもっても捨てないで、私は親よ。飛ばしなくるすればでも何と言って、演じて。おぉ、おい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 。えい、早いお好きでな。これからどこ行きでござりまんねんな。あちゃべえ殿。いや、お恥ずかしいが、有金を使い果たしてよ、人間同様。何もご冗談なことをおっしゃって、アチャベイで本当のこと言うとくなれ。へ、こう見えても男でして、え、さっき行きましたら、ちゃんとこしらえして、ね、待っておりますよってに、え、お先ごめん。雨だよ、やけに降り上がる。ちょうで行くんちか、土砂降り続き。尺で貸す取りたいちけば、からの胃の腑に、魔人都市に日渡る。雨だよ、おはいりよお姉ちゃん。空を睨んだって闇こおなしさ。どうせあぶれた裏ぶれ同士、飲んでくだまきゃいくらか晴れる。みんな聞きゃよ、しっかり聞いてきようよ。ええか、来たる14日の夜、喜多亭でお茶の機会があるそうだね。ほんでよ、琴を揚げやす、その晩が一番ええと、大石殿よりの言づけだ。お金あったか。そうか。よし。妖精に会いに来てるだろう。来てるわ。何を話をするか、しっかり様子を探ってくださいよ。はい。もう来てくれました。本日まかり出ましたるは、おいとまごいのため。いとまごいと。どこへ行きあるの。境地へ引き上げて、
小物屋でも始めようかと存じます。大石様。ああ、お静かにお静かに。客離離れし今日の地よりは年に一度のご機嫌伺いも難しゅうござる。ご皇室様には随分お体をご大切に。蔵之介、そりゃ亡き殿のお位牌の前で言えることか。ご立腹でも恐れ入ります。が、仇討ちなぞは天下のご法度。大助之助とて客まで保つ寿命でもござりますまい。やがては畳の上でころりと王子。からば、これにてごめん。プラノ、表門は許しません。プラノから出ていける。あは。殿、蔵之助、思いがけないお怒りに触れましたが、ご皇室様のお身の上を頼むはそなたより他にはござらん。頼みましたぞ。大石様、兄の小野寺十内はどこで何をしているかご存知ではございませんか。いや、十内殿は歌がうまくて三味線もうまい。それがため祇園島原の人気者となって楽しく暮らしておいででござる。まあ、兄もそのような愛せもこそもつきました。腹でも切ってなぜ死なぬと妹が申していたとお伝えください。これは戸田殿もきついお言葉。いや、そのように申し伝えましょう。この福沙包には戸田殿、拙者が歌の会などにて一つ二つ読んだるもの、また今日の名所の絵図などが入っております。ご皇室様のご機嫌が治ったればつれづれにご覧くださるよう差し上げていただきとうござる。戸田殿、さらばじゃ。用心様のご機嫌はいかがでございましたか。おきに、おきに、その涙でお心がわかりました。何おばしなんねんな。誰にも言いますかいな、天の屋あちゃべえは男でござりますのがな。やっぱりここにいたのか。お母様の様子はどうじゃ。はい、少しずつ良くないでございます。そうか、それは片付けない。父はな、ちょっと旅に出るから、お母様をいつまでも頼むぞ。お父様、どうぞお母様のところへ帰って。それができないのじゃ。十太郎、達者で暮らせよ。お父様、
あれ、そうだ、何事じゃ。ご皇室様、お竜が大石様からお預かりした草包みを。何、蔵之介かな。これは大石はじめ47人の連番状。そちの兄、表の10枚の名も。いやー、皆さん、よく似合いますな。私もとうとうお役に立ちましたわい。おじさん、やっぱりアチャベは男でおましたよな。アチャベ殿、いや、この通りでございます。なんのなんなんだ、お礼なんかいりますかいな。私はもう嬉して嬉してもうたまりねえにゃ。一つ踊ってきましたろ。神は大石あの札の抜け、下は足がある高田の下と七神のこの松田をな、平の館に乗り込んで打ち出す太鼓は山名流どんどん。カンペ、どうした。おいし、キャテのパーティーがよ、もう終わりましたか。屋敷が元でシーンと静まり返ってよ、ちょうど今がチャンスだと思うね。どうだな。うん、おのおのが出発の用意。こんばんは、こんばんは、ジェベさん、連邦ですよ。こんばんは、こんばんは、はい、ジェベさん、あの、連邦ですよ、連邦。うるせえよ、今開けるから待ってろ。ああ、食べよう。こんばんは、こんばんは、ヘレさん、大変ですよ、大変ですよ。あ、お宅屋根が燃えてますよ。そう、電報だ電報だってやつ、どのことだけ。いや、拙者元満州赤穂の城主浅野匠の神の家臣岡野金右衛門兼重と申す者、お通夜殿はおらぬか。お通夜殿は。お通夜殿。岡野様、いずれがお役に立ちました。ご光栄の人忘れはいたしません。それではあなたは。拙者は討ち死にの覚悟なれど、あの世ではきっと必ずお通夜殿。岡野様。お通夜、この方が勇吉さんだのか。はい、平兵衛殿、お許しくださるか。許すも許さねえもあるのですか。あんな悪じじいは早く死んだ方がいいと思ってた。お通夜、もっとぐっと肩砕いて、もっとくっついて。はい。うわ、これ玉だ。覗くんじゃん、覗くんじゃねえ。閉めて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 。はいはいはい。1222223。おう、あれぞまさしく山鹿流の陣太鼓。いや、山上君ってことだ。おう、そうそうそう。あ、これはまさしく打ち入れだ。夜打ちだ。うん、大変。これ、それ、おのおのまた打ち入れでござるぞ。お手合いにされ、お手合いにされ。打ち入れで、それはってます。あ、そうか。
んなことがあると思って。はい。ありゃあ、もうあんた手放しがいいね。もしものことが、うん、てな。なるほど。実はね、私もね、うん、こんなことがありゃしないかと思ってね。これってうわ、大きいのをごまかしちゃったな。月給奪ってませんからね。米ぐらいごまかさなくちゃんと会えませんよ。なかなか考えたんだ。さあ、行きましょう。行きましょう。切れたな。父上、これさえあれば大丈夫。高田の馬場の二の舞をご覧に入れます。これからというところに出しゃばって馬にでも蹴られろ。Thank you.
おお、これは珍しい。預かり台のチンピ。天秤の対策だ。ちゃんと見たことあるかな。今日の一力で。おーおー、あの時のイカレポンジかいな。失礼しました。いやいや、ちょっとごめん。おー、ちょっと。俺もだ、ご綺麗な釣れたんだ。どこ行きてんの。女房はちょっと体の具合が悪いので、温泉をちょっと回ってもらう。おー、さようか。もう家は今取り込みですからな。そうでしょう。やっておりますよ。やられて取れましたな。あら、一体どういう連中ですか。どういう連中ですか。悪王の義士やがな。大石さんが。大石さんやがな。あー、ご無事でございましたか。ご無事でございます。今、じゃんじゃんやっておりますもんね。はい。だいぶこの人は遅れてんな。ほら、大石さんとどなたですか。一番は大石倉之介。大石倉之介。赤川源蔵。ほうほう。三番が堀部康平。四番は。五番は神崎陽郎。五番は。大高健吾。光陰大五郎。大城半五郎。清水の次郎長。ネズミ小僧の次郎吉。静香の中介。静香の中介で。あ、これは何回ですわ。はい、どうぞ。ほら。おいおいおい。あ、おい、お前ちゃん、どこ行くんだ。へい、ちょっとその、駆け落ちに。駆け落ち？はい。腹が減ってちゃ駆け落ちもできないよ。あ、そば食ってけ。おそば。おい、こちらでやって。ごちそうさまです。はい、俺はな、はい、これでもう15杯目だ。15杯しゃー、なんぞ。待て、コースが知らんか。知りません。珍しい。三番隣の功労。それ、行け。こんなの。あの。
何をなさるの、話せば分かるから。乱暴しなくたっていい。皆さん、人権蹂躙です。人の屋敷に黙って入ったら、固く侵入罪です。何ですか。あら、おはようございます。とんだ、ご災難で。いや、皆さん、お早々とご苦労様のことでございます。おはようございます。お様に大勢お連れになって、大変ご苦労様でございます。ほほう、これは驚いた。吉良上野が双子とはまだ聞いたことがないが、これはどっちが本物かな。私は太った方が本物と思いますが、何しろ贅沢ばかりしておりましたからな。いやあ、私はこの痩せた方が本物だと思いますね。相当ご乱用が過ぎましたからね。ご冗談でございましょう。私は嘘偽りのない偽物でございまして、本物さんはこちらでございます。本物ではございません。吉良さんはこちらでございまして。よし、はい。拙者は調べる。あら、ああ、また来た。私は川島土左衛門ですよ。あ、怖い、この人怖い。あ、暴力を得てます。本物はこれだ。よし、取り込んで。土左衛門です。痛い。あら、おいしさ、あのお茶わらかに。ああ、これは本物だ。皆さんのおかげです。おめでとうございます。今日からこちらの二人ともお世話になっております。ああ、それはよかった、はい。おめでとうございました。では、ごめん。はい、ごめんくださいませ。こちら。おかげさま。ああ、ね、あなたのおかげで米が食えるようになって、本当にありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、はい、はい、はい。ミサオ、助けてくださいよ。あ、お父様。旦那様。助けてくださいよ。あ、重太郎。お父様。お母様のこと頼んだぞ。いいか。お父様、お父様待って。万順、アチャコ、円達、金五郎など昭和を代表する喜劇俳優が大集合してて見応えがあったな。うんうん、古川六波なんか妙な貫禄があったな。打ち入り中にそばを食べててびっくりしたけど。わかる、万順や金五郎もいい味出してたよね。そうだね。あと打ち入りのチャンバラ結構迫力があったな。確かに小さな橋の上で戦うシーンがなんか印象的だったわ。わかる。それから坂井俊二が女性たちにやられそうになってる時、仲間が助けに来て
叫んだだけで、女性たちが逃げていったのが、なんか面白かったな。そうなんだ。あと、赤穂浪士の装束に背番号がついているのが、面白かったな。わかる。それについて、誰も突っ込まないのも、なんかシュールだよね。他に何か、感じたことはある？吉良上野介が、町人が騒いだら、原爆を食わせてやれ、と言ったとき、ちょっとびっくりしたな。わかる。あと、お通夜を演じた星道子が、可愛かったわ。そうだね。それから、以前、女患者碑文赤穂浪士を見たことがあったから、なんとなく話の筋がわかっていたので楽しめたけど、忠臣蔵を知らない人が見たら、ちょっとモヤモヤする人がいるかもしれないよね。確かに。そろそろお時間ね。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。